乾杯。昨日ホテルの宴会場に響いた乾杯の発声。エウリスカではなかなか開くことができなかったという立食パーティー、参加の皆さんマスクを外して交流を楽しむなど賑やかな雰囲気です。パーティーは新型コロナウイルスの5類移行に伴い、ホテルでの宴会を再開する機運を高めようと、新潟市内のホテルで作る新潟シティホテル連絡協議会が主催し、行政や経済界などからおよそ150人が出席しました。経済社会活動を元に戻していくという、反転攻勢という言葉をいろんな場面で使っておりますけれども、これまで以上に元気にしていただければならない。参加者はマスクを外し、パーティションのない会場で自由に移動しながら食事や交流を楽しみます。今までできなかった部分があるから、やっぱりこういう雰囲気とかっていうのはとてもこうなんていうのかな、また新鮮と言いますか、嬉しいなと思います。元気を出すためにはいいんじゃないですか。ウイルス化で宿泊に加え宴会の需要も激減し、大きな打撃を受けたホテル業界。協議会によりますと、宿泊需要は順調に戻ってきているものの、宴会需要はウイルス化前の7割ほどにとどまっています。特に着席と比べ大人数が参加できる立食パーティーの再開は売上の回復に欠かせないということです。3年間の間はほとんど宴会場は真っ暗な日が続いてましたし、リアルで集まることが大事な場っていうのをもっともっと我々としては発信していきたい。協議会関係者は今後もホテル同士で協力し、利用促進の取り組みを進めたいとしています。